オランダ王国オランダ・ボネール島ボネール島はカリブ海南部のベネズエラ沖合にあるオランダ領の島。ボネールとは荒ク所属の掛け手をス語の言葉で低い土地を意味するボネからなる。スペイン、ポルトガルはボジョナジと呼び後にスペリングを変更してボネールとなった。フラミンゴの生息地として知られ人間よりフラミンゴの方が多いと言われる。 行政上のボネールの領域には、ボネール島のほか、クレイン・ボネール島などの続島も含まれる。オランダの特別自治体で、ボネール、新というスタティウス及びサバと総称される地域の一部で、ある。衛星画像ベネズエラの沖合に位置する面積284平方キロメートルの島である。アルバ島とキュラソー島とともに、ABC 諸島とも呼ばれている。島はほぼ平坦で、 ブランダ山が島で最も高い山である。雨が少なく乾燥している。島周辺の海はダイビングの宝庫である。1969年に国立公園に指定された。世界で最も危険な木と言われるマンチニールが自生しているが警告表示がないため沿岸部の木に近づく際には注意が必要である。1499年、スペイン人。 アロンソでヘイダとイタリア人のアメリゴベスプッチがボネール島に上陸し、スペインの領有と宣言する。先住民のアラワク所属のカケティオス族が住んでいたが、1515 15年体制の先住民が奴隷としてイスパニョーラ島の鉱山の労働力にするため、売り飛ばされ、ボネール島は無人島状態となった。1526年、 スペイン統地の ABC 諸島の知事ファンで、アンプスは、牛やロバ、ヤギ、馬、豚などの畜産をボネール島で始め、ボネール島からいなくなった、カケティオス族の一部やベネズエラから、多くのインディオを島に連れてきて、牛などの畜産の労働力として働かせた。その結果、家畜として、島に導入した牛などの動物の数が、ボネール島の人口を上回っていた。その後、 オランダは、ポルトガルと塩の供給も始めたが、スペインが停止している。また、ボネール島は100年間流境地ともなる。スペインは、南米の植民地の大勢の囚人をボネール島に送った。1623年、オランダ帝徳ボーデビン・ヘンドリクスが島に町を建設したことで、スペイン人受刑者は町に住むようになり、ポルトガル人の受刑者は、オランダ西インド会社の船に乗り、 島を放棄した。1568年から1648年まで、スペインとオランダは、80年戦争と呼ばれる、長期間の戦争を行った。1633年、シント・マール天島の領有を失ったオランダは、その報復として、ボネール島、アルバ島、キュラソー島に艦隊を送って攻撃し、領有。ボネール島は1636年に、 オランダにより征服された。1639年、オランジェトリデを建設。オランダ西インド会社により、植民地化され、オランダ初の奴隷貿易の中心地として、黒人奴隷がトウモロコシのプランテーション農場で働かされた。1791年に、オランダ西インド会社は解散され、オランダ政府が引き受けた。1779年以後、 フランスやイギリスなどに占領される。1816年パリ条約により、この島は再びオランダ領となった。ボネール島はキュラソー植民地の一部となり、ミレムスタットのキュラソー総督の管轄下に入ることになった。西インド植民地の一部となった時代もあるが、1845年以後、再びキュラソー植民地の一部となっている。1837年には、 塩の生産の中心地として繁栄し、黒人奴隷が労働力として働かされていた。奴隷制度は1863年に廃止された。第二次世界大戦中の1940年から、大戦直後の1947年までは、ボネール島はイギリスとアメリカの保護下に置かれ、ドイツ人とナチスに同調する、オランダ国家社会主義運動のオランダ人。 メンバー461人をボネール島に移送し、木の小屋で建てた収容所に収容した。1955年、フラミンゴ空港建設。1954年に、キュラソー植民地の自治権が拡張され、オランダの自治領、オランダ領アンティルとなった。アンティル構成格闘では、地理的な見学や経済的な格差などから、アンティルから離脱して、単独の自治領として、 独立しようとする動きが活発であった。2007年の住民投票において、ボネール島ではアンティルからの離脱派が優勢を占めた。2010年10月10日にアンティルは解体され、ボネール島はヨーロッパ大陸のオランダ本土とともにオランダ本国を構成する特別自治体となった。ボネール島はサバ島とともにオランダの特別自治体である。これに、 かつての特別自治体であった新というスタティウス島を加えた3島は総称してベス諸島と呼ばれる。経済は漁業が中心であり、また古くから続く塩の生産も行われている。島内にはフラミンゴ空港がある。ありがとうございます。